元吉本のミドルさんと、15年後輩のサッピちゃんのトークショーです。はい、こちらへどうぞお入りください。はい、どうも皆さんよろしくお願いします。はい、怪しいものではございません、元漫才師、師匠は横山やすしでございます。そして芸人界の、じゃあ僕、絶対的縦社会、私のこの方が死ぬまで兄さんと呼び続けなければまず、ミドルさんです。大きな拍手をお願いします。よろしくお願いします。いやでもね、今日は兄さんのおかげで、あんた新人芸人じゃないから兄さんなんやから多分コロナ菌がすごい出るかもわからない。ああ、なるほどね。僕ね、初めてね、この J28 ね、出させて、大丈夫ですか。はい、ね、いろいろね、皆さんがね、今、何喋ったか忘れてしまったんですが、J28 というね、この立派なステージね、このイルミネーションで、皆さん見てください、ミラーボールで、この不思議なこの大きなステージ、これだけのステージがありながら、私たちはその横でやらされるというんですよね。いや、でもこれも落ち着きますよ。落ち着いて座りましょうか。はい、座りましょう。座りましょうね。よろしくお願いします。今のですね、松稔兄さん、もともと吉本興業というところで、なんと、あのさんまさんと新助さんを呼び捨てにできる、もう数少ない、芸人さんですよね。まあ、同期なんですね。弟子の頃から一緒で、だから新助さんまって僕ら呼ばせてもらってるんですが、向こうはもう忘れると、だいぶ忘れかかってると思います、私のこと。いや、でもさんまさんがパーって来て、こっ来たら兄さんすいません。いやこの人ね、今から34年ぐらい前なんですよ。ほんま今はこうですけど、ほんまに怖かった鬼のような人だったんです。ほんで今日こういうね格好をしてますけども、そんなん言ったらみんな信用するやん。いや忘れもしませんよ。寄席でね、出た時に寄席のその楽屋で、かって芸人っていうのはな、舞台立つ時はな、ちゃんとステージ衣装を着るんじゃ、分かってんのかって、セーラー服着たお兄さんに言われましてですね。すいません、私ね、女装してたんですよ。女装してたんですよ。お笑いさんたちでずっと女装してたんですよ。もう、あの頃の女装を多分ジミー君見たら、多分、ミノルさんの見方変わると思いますよ。そうそう、あんな感じでやってましたね。このレベルの見方なんだ。僕はね、笑い顔なんですけど、はい、後の二人はね、本当に身長180で、男前で女装しても似合うんですよね。もうこの素晴らしい人やからね、それでそこで受けを狙うというのはね、もう計算づくで、あれかけそうだ、いろいろここはね、霊現象が起きるんですよね。ね、ハウリング起こってますね。ハウリング起こってますね。はい、でもね、今日ね、皆さんと今日はお会いするということで、皆さんにはぜひ、喜んで帰っていただこうということでね、さすが芸人の兄さんですわ。みんなが入る3時間前に、エクセシオールカフェに呼び出されまして、おい、打ち合わせするぞと、僕も緊張して行ったわけですよ。はい、3時間この人の金儲けの話で終わったというお前何しに3時間前から行ったんや思って、しかも遅れてきてるし、お前で、この人最初、ガストがあるからな、ガストで待っとけ、ガストって言って、ガスト言う、そこのガストガスト言ったら、今日行ったら閉店って書いてある。潰れてますよね。びっくりしました。どうしようだと思って。前回あそこで打ち合わせしてたからね。そう、絶対あると思ったんですよ。通りに竹下カフェにしましょうって言ったら、この人既読スルーになってるしね。この人どこまで信じていいのか悪いのか分からないですけど、いや、芸人半分嘘で半分冗談です。冗談です。でもね、そこ突っ込まない。いや、タイミングが悪い。兄さんからもらったこのわけのわからん。いや、今芸能界の裏話というね、YouTube と Facebook と、LINE とか全部上げてるんですよ。やってますよ。よかったら見てください。見たらこれもうチャリン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 、こんなところに本があった。そういうこと俺に言ってください。以後あら、これ偶然入ってる。偶然入る。こんなもん入るわけない。こんなもん入るわけない。昔の携帯電話やねんから。なんか宣伝するのやらしいな。やらしすぎるわ。この嘘にまみれた笑顔。はい。突っ込んでよ。
はい、ここ10年僕一人で喋ってるんで、漫才師の頃のことちょっと忘れてることあるんですけど、はい、でもねこれパッと見たらねすごいんですよ、輝かしいこの松竹梅みのる兄さんの、ね、うん、このなんていうんですかこの体験談、はい、これはすごい、全部ね一緒に仕事した人ばっかりですね、これはすごいですよ、はい、美空ひばりさん、あ、え、美空ひばりさん知ってる人ですか、俺いますか、これ知らない人は非国民でしょ、どうでしょう、いやいや、もう今の20、30の人になるともう伝説じゃないですか、まあね、ね、でも梨年記念とかすいません、これ美空ひばりさんが生きておられる時なんですか、もちろん、美空ひばりさんが、はい、大阪の和歌山県民会館というところでやったんですよ、はい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 、お嬢ですよね、お嬢ですよ、だから僕らも新人なんで、はい、楽屋に挨拶行かなダメなんですよ、はい、芸人でね、はい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 、スタッパー、そうですね、だけどあまりにも僕ら下っ端すぎて、はい、楽屋行ったらお前ら誰や、なんでやで入り口で止められてあ、すいません、あの稔豊、当時稔豊という名前だったんですけど、はいはいはい、お笑い芸人で挨拶行きましたって言ったら、はい、それこそ言われました、はい、100年早いわどんな変人のことだ、ほんまにだから僕らね、同じ舞台出てんのに客席から見てましたかね、いやでも美空ひばりさんのステージの前をやれって言われたらそれは漫才師よ、それね、もうほんとね、地獄なんですよ、ひばりさんがね、本当は12時に1回目の舞台だったんですよ、はい、でもひばりさん1時間遅れてきたんですよ、はい、で僕ら12時からずっと繋いでて、でお客さんがええ加減にお前らやめろ言われてだって後ろでねバンドの音合わせしてるわけですよ、はい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 、そして僕らはこうね伸ばせ伸ばせって言われるんで、はいはいはい、伸ばしてたんです、はい、そしたらやっと OK が出たら、はい、今美空さんひばりさん入りまして、今から食事に行きますどんなんやねんまたそっからどんなんやねんもう1時間喋らんとかな、普通にいじめじゃないかそれ、ほんで客があまりにも遅いですよ、12時から、はいはいはい、お前らのワンマンショーか、いや僕らもやめたいですだ本当のこと言ってたんですよ、ひばりさんが飛行機の都合で遅れて、まだ来てません、はい、で、ひばりさんが1時ぐらいに来ますが1時間、はい、このマーク見ますかって言ったら、はい、いや、お前らでもいいから漫才やれよ結局やれよ、それ結局どのぐらいやったんですか、1時間10分です、1時間10分はい、で、2回目ひばりさんの、はい、歌だけで僕ら2回目の舞台がなかった、なかった、あ、じゃあ許してもらったという、そうですね、だけどやっぱりさんまさんとか、うん、しんすけさんとかって、うん、前日でこれ聞くのはよく昔さんまさんとかしんすけさんコンビじゃないけど、うん、コンビで営業に行かされてた時に、うん、なんかさんまさんかなんかがえらい電話されたいう、なんか逆なんですよね、さんまさんがしんすけをむちゃくちゃにしたんですよ、京都のね遊園地があるんですよ、はい、でその時に遊園地に、夕方と1日2回あるんですね、はい、1時と4時なんです、はい、で足かしょの後なんですよ、はいはい、だから目の前プール足かしょ、そう目の前プールなんですよ、はいはい、それで足かしょで、普通やったら足かしょを取るじゃないですか、足かしょのネタ面白いから、はい、でもそのさんまとしんすけが取るなんですよ、はい、で1回目はまだいいんですよ、はい、2回目もう5時、京都の4時5時でも暗いんですよ、はいはい、そしたら足かしょが終わってみんなバーッ拍手して、はいはい、みんなが帰り出すんですよでもね、しんすけとさんまは偉いんですよ、普通ね、漫才とかコントするでしょ、はい、絶対これはみんな帰るなと思って、でしんすけが、あ、じゃあさんまが、はい、それでは今から人間縄抜けショーです、どうぞーって言って、はい、しんすけをくくるんですよ、しんすけさんをスーツのままスーツのままスーツのままくくって、それで本当に投げるんですよ、プールの中に、そうそう、足かしょに、足かしょバーン投げて、はい、それではこれが人間縄抜けショーです、今から5分後に出てきます、そう言ったら、はい、出てこなかったんですよ、出てこなかっただって告られてるから、本当に告られてるから潜ったままなんですよ、潜ったままで沈んだままでしょ、沈んだまま、ほんでもうみんなが心配して、足かしょのスタッフが助けに行ってくれたんです、しんすけさんは どうしたんですか、もう尻かけたいなめちゃくちゃショーになってるでさんまさんは、人が止まったやろって芸人このぐらい人止まったやろでもあれですよね、みなの兄さん、夕焼けにゃんにゃんのは皆さん知ってますかね、知ってる世代ですか、あ、すいません、はい、夕焼けにゃんにゃんで松竹梅というトリオで MC やってたんですよ、MC やってね、ゲストに出てた、MC やったことにしてくれたらよかったのに、あ、やってましたもん、ね、いやでも出演されてて、そうなんですよ、夕焼けにゃんって言った同じ時、はい、
はい、オールナイト富士屋ってむちゃくちゃです。なぜかというと当時トンネルズがやってたんです。確かにね、その時に僕らリハはあの女子大生ばっかりなんですよ。女子大生ばっかりの前で、あれ女子大生違いましたあれ女子大生違いました。いやあれはアシカショーのアシカですか。オットセイちゃん、オットセイがそろそろまとめてくれと10分出しました。早いですね。みんなとか言ってくださいよ。マイクまでやめろよ。マイク怒ってる。いやいやいや、じゃあこの続きは来週まで。いや、2人が久しぶりのコンビということでね。いや、初コンビです。初コンビ。あのね、先輩とコンビ組むのは本当に大変なんですよ。昔なんか口聞いてくれませんでしたからね。そうだから本当今日は15年ぶりですか。15年ぶりで初。あのぶりと言われれば5、6年ぶりなんですけど、コンビ組んだの初めて。いや、やめることはないからね。いや今日初めてというか、あなたが私のこと相手にしてくれないということで、今日初めてコンビ結成に、ね、できました。おめでとうございます。今日はあの申し上げ、言うことも何もないですけど誕生日おめでとう28日誕生日おめでとう。今日のおめでとうございます。おめでとうございます。